佐藤隆太はビッグモーターのイメージキャラクターを務め、全国区の CM を担当していたが、7月20日に契約を解除した。佐藤隆太は日本を代表する役者で、ルーキーズなどの有名ドラマに多数出演していたが、プライデートは恩和で、起こることがないが、唯一ブチギレたことがあるらしい。それはコンビニで商品を探すため、レジの前を往復していると。 レジのアルバイトスタッフから、チッと下打ちされ、ブチギレ。お前今下打ちしたよな、と怒鳴った。